YouTube 動画再生、皆様の Twitter での拡散のおかげで、非常に多くの視聴者の方を獲得することができました。本当にありがとうございます。電話があったらおいで。電話があったらじゃあ。そうね、じゃあ次はまた来ますので。はい、失礼します。ナオさん、はい、ヒーローなりたいですか？私は正直役がもらえると思って来たんですけど、うんうん、これはそういうオーディションではなくて本当のヒーローを選ぶオーディションですか？これは明日地球が滅亡することに対して自分の身を犠牲にしてみんなのために立ち上がるヒーローを選ぶオーディションです。事務所の人も知ってますか？知ってます。マネージャーも知ってますか？知ってます。 OK 出てますか？出てます質問していいですか？その自分が作ったことっていうのをみんな知るんですか？みんなの記憶に自分は残るんですか？そこ超大事だ。もしじゃあ残らないとしたらどうします？私残らないとしたらもうすぐ命を捧げます。全く残らない方がいいってことですか？もう潔いかなと思って。たった一日だけ英雄になれるんですよ、皆さんに知れれば。別に英雄になったところで何が幸せなのって感じ。人知れず死んでいく方がいいですか？好きな人にもわからないんでしょ。いや、きっと記憶に残った方が相手は悲しむと思います。突然 Facebook からなんか見なくなったなとか、そういえばあいつ Twitter 更新してねえなとか、そういう方がいいですか？いや、私は全然ジャンヌ・ダルクとかチェ・ゲバラのようにこの地球を救った英雄として自分の映画とか書物を作ってほしいです。うん、記憶に残りたいってこと？残りたい、うんうん、し家族の住居とかお金とかも全部保証してほしいって思っちゃう、うん、ダメですか？いいえ全然いいですよ、うん、正直に答えてください。小松さんは？私は別に残らなくてもいいです。なんか私一人の命でみんなが救われるんだったらそれでいいです、はい、でもみんなは何にもなかったんですよ。平穏無事な毎日を過ごしながらその中の一日があなたが身を犠牲にしたっていうその事実はここにいる誰も知らないんですよ。あなた以外の誰も知らないんですよ。はい、いいんですか？大丈夫です。いや、僕はあの絶対に覚えてもらった方がいいんで、はい、はい、っていうかかっこいいし、そっちの方が、はい、単純に救ったっていうのってなんか映画みたいでかっこいいんで。それがなければ命も捧げれないっていうのはある？そう、まあそうですね、捧げれないというかなんか単純にかっこいいっていうのが勝ちます僕は。俺の中ではやっぱりすごく名誉欲のちゃんとある、それは上昇志向のある人だと思ってるけど、小沢君は？僕はできれば残ってほしいんですけど、うん、でも残んなくても僕は犠牲になっていいかなと思います。名前はだって一切みんな知らないんだよ。小沢蓮という男が命を投げ捨てたからみんなが助かったって実は知らないんだよ。でも死んだ後に自分で誇れると思います。魂が？はい、うなずいてますけど、ナオさん何か感じることがあるんですか？今いろいろ話を聞いていて死んでもいいかなと思いました。それはどういうことですか？名前がちゃんと残るならですか？いえ、なんかこう、なおさん家族は悲しみませんか？多分とても悲しむと思います。そうだよね、あなたは親孝行するのが夢だったでしょ？はい、できなくなりますよ。でもそれで滅びるんだったら結局はそれもできないですよ、ね、親は悲しむと思うな、うん、突然いなくなるんですよ、うん、あなたには使命があって理由があって言った、うん、でも親は一切その事実知らないんです、うん、突然消えたんです。その気持ちを引きずったまま生きなきゃいけないんです。それでもあなたには死ぬ意味があったって言いますか？他に方法はありませんか？
ないです。話し合いでも解決できないですか？できません。うん、じゃあ私これやります、やります。中田さんもやってくれ。みんな死にたくないでしょ。明日死が来ても別におかしくないわけじゃないですか、うん、いつ死が来るか分かんないし、いつ隕石落ちてくるか分かんないし、うん、でその状況で私別に いつ死んでもいいと思って悔いないように生きてるから、今死んでみんなが幸せだったら全然いいから、私やります。それ周りの人は悲しみませんか？例えばあなたのことが好きな人。いや悲しむとかの前に、じゃあ全部がなくなるとか考えたら別にいいかなって思います。自分でもいいかなと思います。じゃあこうしましょう。自分以外の人を推薦してください。男子がいると考えづらいですか？一回出してみますか。じゃあ男性外で行きましょう。じゃあ女子だけで聞かせてください。本音で言ってほしいですね。で、なおちゃんは誰ですか？私は、全く答えが出ないです。それだったらくじで選んでほしいです。くじ？あ、そう、かわいそうじゃないですか。もうこうくじで選ぶとかで、私もうやりますって言ってんだからそれでいいじゃないですか。いやだからそれだと面白くないんですよ。面白いとか面白くないとかそういう話じゃないでしょ。明日地球がなくなるとか言ってんのにさ。退屈なんです。僕はそんな自分から立候補する人をそのまま犠牲させんなんて。女性の中で一人選ぶなら誰です？いいじゃん私で。いいよみんな、全然いいから。言うんで。じゃあそうしますか。だって楽しい人生送りたいでしょ。私死にます。なんでその悲観的な、私死にますみたいな悲しい状況で死ななきゃいけないの？あなた立候補したいってことですか？はい。中田さん初めて会ったけどやっぱ悲しいです、亡くなると。それだったら自分が死のうと思って今。エクセレントですね、最高。でも一人選んでください。くるみさんすごかったよ。もうやばいな、あんなガンガン来るっていうぐらい率先して私死にますって。いやそうすごいなあれ、うん、あんな人おんねんな。あれ濃いなあの人。だってもう考え、自分で考えてんのに、うん、くるみさんの考えがガーってくるから、お消えたやんって。いやあったあったあった、間が入ってくるからあの人は、うん、でもそんな感じじゃなかったけどね。すごいチャラかったし。あ、悪口じゃないよ。あ、ほんま？うん、なんかすごいいい人そうな感じ。まあ、まあ、いや考えはちゃんとしてますけど、うん、結構女の子が好きですっていうことですね。そうそうそう、僕はそう、うん、だなんて言うんだろう、部類分けで言うと爽やかイケメン。あ、爽やかイケメンじゃないや。何の話これ何言うてんの。部類分けすると、うん、部類分けすると爽やかチャラを。あー、小沢君があったの。そうそうそう、爽やかチャラか、爽やかなチャラ。あ、小沢くんの分類聞いてるんじゃなくて。小沢誰か一人小沢くんしてないの今。え、ね、え誰か一人選ばなきゃ。自分すっきゃな自分のことが、うん、いや誰か選ばなあかんから。いや僕のことチャラいって言いましたね。いや、まあ話の流れでね。でも誰か選ばなきゃいけない。誰やろ。でもちょ、うん、何、まあ分かんないですけど、うん、多分これ嘘だと思う。嘘っていうか何もなんないと思う。どういうことですか？え、でも一応オーディションですもんね。いやだとしたらね、一応事務所にいろいろ確認するし、うんうん、その確認だ、マネージャーの僕が知らないっていうのはおかしいでしょ。ああ、だってマネージャー兼俳優ですもんね、うん、そうそうそう。で確認取ってますって言ってるけど、うん、何も確認取ってるっていうか知らないし、うん、え、マジですか？だってこれがヒーロー役だとしても、うん、ドラマか映画か CM かによって全然違うから。いやでもなんかそういうのあんまりあれちゃう、言わん方がいいんちゃう。え、いやなんかそういうスタンスだとなんか落とされんちゃう。
あ、わかんない、もうすごいごちゃごちゃしてきた。あ、ほんま？ごちゃごちゃしてきた。だってオーディションがなかったら、うん、その何にもなかったら、うん、別に落ちる落ちないもなくて、うん、あのよくわかんないその、うん、すごい急にあの角つけて、あ、角な、うん、ちょっといっぱい疲れちゃった人の、でになくも、あ、戯れ、まあ、あれもそっぽいですけどね、めっちゃ、うん、ホームレスさんが言ってることを。いや、あ、いいのか、いいのか、いや、別に、まあ、小谷でいいよ、別に小谷さんがで、まあ、ホームレスさんでいいですか、ホームレスさんが一理あると思うんですよ、確かに。そうやろ、あの、まあ、だからその一理ある嘘っていうよりかは、うんうん、そう捉えた方が、その、うん、これは本当で、そう、あんま変なこと言わない方がいいんじゃないかっていう風に捉えた方が損はないですよ。そうそう、あんま疑うとね、やっぱその、うん、ええことないから、うん、それも全力でやった方が落ちるよ、そんな言ってたら。うん、受かりたいんですか。いや、それは受かりたいよ。だってヒーローになったら死ぬんですよ。うん、いやだ、そ、まあ、いきなり死ねますかって言われてもね。うん、あ、じゃあそれも、うん、あの、かまかけってことですか。うん、だから嘘だと思いますよ、本当に。で、角絶対ピンで止めてるやつでしょ、あれ。僕は小沢さんにあの角を取ってみてほしい。それと本当に生えてた時のあれだよね。いや、絶対生えてるわけないじゃないですか、だって。まあ、楽ならいけると思う。いや、やばくない？怖いもなさそうですもん、なんか、うん、いや、でも逆にオーディションだから、そんぐらいガツガツ行ってくるやつの方が、あー、なるほど、うん、いいかもしれない。いや、でも正方がやってみようかな。もう多分嘘だもん、だって怒られるよ。いや、でも撮ってみたいな。いや、あかんって、多分。というか、うん、今日クリスマスイブじゃないですか。うん、あ、そうだね。まあ、まあ、そうやな。うん、皆さん、予定とかないんすか。あ、今何時？なんか僕、時間表示されないんすよ。え？デジタルなんですけど。え？何時だろう。予定あるんすか、ホームレスさんは。え、50円で買われてるんじゃないですか。クリスマスイブを。いや、クリスマスイブさすがに開けた。社交ダンス社交ダンスで踊らなあかんってなってんけど、そこ断ったよ。ある。いや、もちろん。何？いや、家族いますから。あ、ケーキ買って帰んなきゃいけない。あ、言ってましたよ、家庭があるって。ああ、ほんまや、ほんまや、せやで言ってたわ。俺は奈緒さん口説くのに頑張って。え、彼女いないの？いや、彼女とかいらないっすよ。チャラいな。すごいな、すごいな。もし多数決になったらちょっと組んどかないと。いや、どうなんやろ。 あれどこだ。あれ、ちょっとトイレに行こうかな。行ってな、うん、トイレ好きやだ、じゃあね自分。あれ、どうした。いや、なんか今カバン持って行ってなかった。ほんとだ、あいつバックレた。え、え